エイミー・ワインハウスは、イギリスのソウルミュージック、ジャズ、R&B のシンガーソングライター。ミドルセックス終焉フィールドにて、ユダヤ人の両親の元に生まれる。父親は、元タクシー運転手で2010年6月に、ジャズ歌手に転校した、ミッチ・ワインハウス。母親は、薬剤師。母方のおじはミュージシャン。16歳の時に、演劇学校の退学処分を受ける。 この時のクラスメイトであった歌手タイラー・ジェームスのレコード会社にデモテープを送り、アイランドレコードと契約を結ぶ。2003年にアルバムフランクをリリースしてデビュー。英国内で67万枚を超えるヒットとなり、一躍トップスターの一人となる。1960年代の初期ソウルミュージックを思わせる生演奏のバンドを従え、ビリー・ホリデーのようなハスキーな歌唱が持ち味である。 2006年のアルバム、バックトゥブラックも高い評価を受け、前衛で1位を記録した。ブリッド・アウォーズでは、最優秀女性ソロアーティストに輝いた。その後もヒットを続け、翌2007年に、前衛で最も売れたアルバムとなった。薬物中毒やアルコール依存症など、スキャンダラスな人物でもあり、2007年8月に、夫と共に飲酒、薬物のリハビリ施設に入所。 2008年1月24日には再びリハビリ施設に入所。グラミー賞を受賞したリハブはリハビリ施設へ入所した自身の体験をもとにしている。2008年の第50回グラミー賞ではカニエ・ウエストの8部門に次ぐ主要4部門を含む6部門でノミネートされ最優秀新人賞や最優秀楽曲賞など5部門を受賞。当初は 受賞式への参加を表明していたが、アメリカに入国するために必要なビザ発行を拒否され、受賞式に出席できないことが、同年2月7日に担当広報から明かされた。そのため、イギリスからの衛星中継で出演した。グラミー賞後、バックトゥブラックが大反響からか全米2位まで上昇した。その後もリハビリ施設への入退院などを繰り返しキャリアは停滞したものの、 マークロンソンらと共に3作目のアルバムを完成させたと言われる。2011年6月、本格的な復帰を目指してヨーロッパツアーを開始。しかし18日、セルビアのベオグラードで開催された約2万人の聴衆を集めた野外コンサートで開始時間を大幅に遅れて、泥酔しまともに歌うこともできない状態で登場した。歌を途中で何度も中断するなどしたため、 観客からブーイングを浴び、地元市にもディザスター、史上最悪のコンサートなどとこきおろされた。45ユーロというセルビア市民にとっては安くないコンサートチケットの価格も観客の怒りに拍車をかけたと推測される。直近の2公演の中止が直ちに発表され、その午前日程が中止となった。関係筋によれば治療に専念するため、 無期限の活動停止となることが示唆された。薬物やアルコールは確実に彼女を蝕み、この頃には病的に痩せ、精神が錯乱状態になったままパパラッチされ追いかけ回された疲労から泣いている写真をパパラッチされ、すべてを失った不老者の女のような姿のエイミーは世界に衝撃を与えた。2011年7月23日、 ロンドンのカムデンにある自宅で遺体で発見された。死去直前にドラッグとアルコールを過剰摂取していたという証言はあったが、死後数日の時点では警察から死因の発表はなく、正式な死因は不明のままであった。2013年1月8日、当初の検視官に資格の問題があったために再度行われた検視の結果が発表された。死因は、 アルコール中毒で一般に致死量とされる程度の量を摂取していた。遺体が発見された寝室の床の上には2本の空のウォッカの瓶があり、本人自ら飲んだもので事件性はないという。生前最後に発表された作品は2010年11月に発売されたクインシー・ジョーンズのトリビュートアルバム旧ソウル・ボッサ・ノストラに収録のイッツマイパーティーであった。 また、トニー・ベネットのアルバム、デュエッツ2にも参加し、ジャズのスタンダードナンバー、ボディソウルをデュエットしている。2015年、監督アシフカパディアによる、長編ドキュメンタリー映画、エイミー・エイミーが公開され、第88回アカデミー賞で、長編ドキュメンタリー賞を受賞。2007年10月18日に、ノルウェーにて、マリファナ所持と密輸疑惑で夫と共に逮捕された。 その後二人は500ユーロの保釈金を払って釈放された。12月17日には夫の司法妨害に加担した容疑で逮捕された。2008年4月25日によって男性二人を暴行したとして事情聴取を受ける。5月7日に違法薬物所持の容疑で逮捕された。ありがとうございます。